ペケペケ3分クッキング。割とお料理できるよ、中学生の二階堂ルイと。美味しいものは何でも大好き、食いしん坊のペケッツと。モテる味見担当、ゴーオンジハヤトでお送りするんだぜ。ではルイ先生、今日の食材は SCP-504 批判的なトマトです。怖くない批判的なトマト。SCP の批判的なトマト？なんだそれ。批判的なトマトはつまらないギャグを言ったりすると時速160キロほどで飛んでくるんですよ。気をつけてくださいね。何言ってるんだルイ、トマトが飛ぶわけないじゃないか。もっとまともなギャグ言えよな。今日のトマトは生きがいいですね。これは生きがいいっていうか危ないだろう。それではまず食材を切っていきます。え、マジでそれ料理していくのか。このようにトマトを包丁でみじん切りにしていきます。無視するなよ。あ、こんなところに虫が。虫は無視でいいんじゃね。またまたゴーのくだらないギャグが出ましたね。今日は何ヒットしてくれるのか楽しみです。わざとじゃない。続いて先ほど切ったトマトをフライパンに入れオリーブオイルで炒めていきます。オリーブオイルの香りがいいですね。この状態になったら素材の味が出て美味しいですよ。ここで味見担当ゴーンジ君に味見をしてもらいましょうか。このトマトのオリーブオイルの。ノー、いるいる。さすがゴー、令和のギャグマシン。ダジャレがどんどん出てきますね。だからわざとじゃないんだって。次に味付けをしていきます。塩コショウを少々。やっぱり料理で一番大事なのは味ですからね。味付けしてる間に作ったこの最強味とかあれば。ゴーは本当におバカですね。最後に作ったソースと茹でたパスタを絡めていきます。このソース美味しそうですね。そうっすね。あーそう、ゴーかわした。そう何度も当たると思うなよトマト。お前はもう見切っちゃ。予備のトマトの方から攻撃を受けたようです。後ろからはずるいぜ。完成です。うわー、おいしそう。いただきます。おいしい。うまくできたようでよかったです。みんなも批判的なトマトソーススパゲティ作ってみてね。まさに戸惑っちゃうおいしさだぜ。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけない。